昔、まあ別に昔でもありませんが、あるところにおとぎ話という町があり、その中におとぎ学園と呼ばれる学校がありました。オオカミさんと7人の仲間たち、この目つきの悪い女の子はオオカミ涼子、通称オオカミさん。そして赤毛の女の子は同級生の赤いリンゴさん。残念なまでに胸のないこの二人が、二人が向かうその先は通称おとぎ銀行と呼ばれる組織。その組織のトップ、キリキリストでもってキリキアリスさん。こちらは完全無欠のメイド様鶴ヶ谷おつうさんと謎の備品担当の魔女さん。この二人は浦島さんと乙姫さん。ちなみに何をしているのかはご想像にお任せしちゃいますよ。そしてリンゴさんと話をしている一見爽やかそうな好青年はおとぎ銀行期待の新人候補、森野良志くん。男勝りな狼さんにビビりまくりで告白したまではいいものの、あっさり撃沈。哀れな姿を晒すこのヘタレ男子が残念ながら主人公。そんな愉快な仲間たちがやりたい放題、好き放題、世のため人のために戦う熱血人情ラブコメディ。でも主人公は視線恐怖症のヘタレです。ところ変わって告白されたその日の夜。の魅力に気づく人が現れたんですのね。別になわけねえだろ。何の興味もねえよ。私は大いにありますの。涼子ちゃんを見初めた眼力は称賛に値しますが、涼子ちゃんにふさわしいかどうかしっかり見極めなきゃいけませんの。まるでお舅さんのような発想ですね。はてさて、新型ツンデレ狼さん、恋の行方は果たしてどこへ。テレビアニメ狼さんと7人の仲間たちは7月より ATX 千葉テレビほか U 局にて放送開始予定じゃ。電撃文庫狼さんとシリーズ好評発売中。電撃大王でコミックも好評連載中。オープニングテーマレディーゴー、メインに決定。